昔々、神様が1月1日の朝、1番から12番までに来た動物を1年交代で動物の大将にするという手紙を書きます。その手紙を出してきたばかりのお話。神様、1番に着きましたよ。一体なんだよ。なんか決めるとか、見当もつかない。ドルちゃん、さっき郵便局行ったばかりなのに。手紙何ですか。ていうかドルチャスには手紙出してない。もしかして手紙の内容って神様の家に来たものから12の年にしてやろう、その1年を動物の対象にしてやる的な手紙ですか。手紙見たじゃろお前、日本郵政に内通者がおるじゃろ。いや知らないです。わしの予想じゃと牛、トラ、ブルーアイズホワイトドラゴン、レッドアイズブラックドラゴン、クリス・リン、そこら辺が頭角じゃったが、なぜこの男クリスマスに来るんじゃ。とりあえず来年は大賞頑張ります。至らない点も多いかと思いますが一生懸命頑張りますのでご指導ご鞭撻よろしくな。丁寧なようで失礼なやつ。仕方ない、来年はお前を大賞にしよう。引き継ぎもよろしく。あ、はい。ちょっと待った。動物じゃないよ。え？あ？いや、なんでもないです。ドルチェスはアタキラを応援します。